やっと目覚めたのか。この俺が造園の面倒を見るとはな。地面にあった。ああ、あんたは自身ここで厄介な事態になってる。無論彼はでも心配しないで、すぐに他の術もここに駆けつけて。いや、あの怪物誰が来ても違います。きっと解決。怖がるなって。やはり間に合わなく彼らは一体恐怖を感じただけ。その通り。でもあんたたちはか…でもどうして今の王…でも、もし術が本当にそこまですごいなら、さっきの人はどうしてあんな風に怯えてたのかな。吹く風も近くの一部だね。そうだね。なんでだろう。待って、こいつ私たちをドニグル…ほん、もちろんだよ。そいつがいなかったら。そんな、ドニグルはあの2本の尻尾は目立つし。どうして。消せない悪があるなら。はここまでしか知らない。唯一確かなこと。嘘でしょ。それでドニグル、もしかしたら。じゃあ今の情報、まずは世界に関すること、もしくはもっと厳密に言うと自己諸葛亮をするつもり。質問もういい。二つ目の今のところ親切の話によると。いいけど、どうして今回は瞬間移動じゃなくて走って向かうの。方針は同じだ。10日これを区切って、同じ道具の身として、それに術の力の媒介なのに。気のせい。その通り。あなたは大崩壊前から疑問に思っ、早いんだね。
多分実験によ。でも器具がついてるか。約束は守ってもらうよ。まあ彼女のことが心配。うちを信じて。あ、コラリーたちと直接つながりがある夢追い人。ん？待って、その。そうだよ。でも分部。私に任せて。そよぐ風も近くの一部だね。あ、きっとあれだよね。晴れた日はたまにお日様とおしゃべりしたくなるね。嘘だろ、今日はあまりにも偶然が。少爵も知ってるの？当然、これはうちの師匠の宝物だよ。まさかここで見られるとは。私も文物の由来をよ。はあ、うちにもそんな機会。晴れた日はたまに。おお、あなたと。うん、それだけじゃないみたい。え？親切姉さん？どうやらあなたにもこれを使う日が来たみたいだね。これはあなたが入学した日に残したもの。とにかくこれを見ているということは、あなたの弁慶先生はある言葉をよく口にするんだ。データの海？本当にそっくりだね。待って。ねえ、あっちを見て。私たちだよね。あれ？わからない。でも私たち。何そのナンパのやり方、古すぎるよ。ああ、ごめんごめん。からか。あなた。今のは。もちろん、正真正銘。でも、一体と。それはどうかな。あ、親切姉さんが言ってたよね。そう考えると、少弱がつ。じゃあ、心の中で、しかし、どこから始めるべきかな。あいつが最初から覗き見してたなら。ちょっと嘘でしょ。ここでも怪物と戦うの？しかも前回と少し違うよね。聞いたというより、むしろこれでセナの推測が証明されたんじゃない。データ書籍と違って、ここで再現されてるのは作者本人が知ってるデータだけじゃない。ぼーっとしないで。連携作戦の時間だ。一緒に行こう。頭を。空中リレー。いけ。戦場宣言。この一撃のみ。徒歩での移動も日頃の鍛錬の一部。あ、あそこだよ。やった、やっぱりここにいたんだね。え、本当にドニグル？どうや。ふふん、そんなの簡単でしょ。私たち。ちょっとセナ。
終末のアンカーが起動したのは、私がたまたまそうしたからじゃなくて、最初からあいつに動かす能力があって、ただ、私たちがオーカを見つけられるように、タイミングを待ってと2回も起動させられた真相って。違う。これはデータの海の影響じゃない。静寂。何か、隠し事でも知ってるの？